聖、ワシリー大聖堂は、ロシアの首都、モスクワの赤の広場に立つロシア正教会の大聖堂。正式名称は、堀の生新女秘語大聖堂。聖、ワシリー大聖堂、聖バシーリー大聖堂、聖ワシーリー寺院とも、日本では表記される。1551年から1560年にかけて、イヴァン4世が、火山ハーンを捕虜とし勝利したことを記念して建立した。 ロシアの聖堂で最も美しい建物の一つと言われる。1990年にユネスコの世界遺産に登録された。ゲームソフト等で有名なテトリスでは、ロシア文化をイメージとした背景や音楽等がよく用いられており、聖、ワシリー大聖堂もしばしば背景画像やパッケージとして使われている。クレムリンの聖、ワシリー大聖堂といった説明がされることもあるが、 大聖堂は、クレムリンの城壁の内側には位置していないため、誤りである。聖、ワシリー大聖堂が位置する赤の広場は、クレムリンの城壁の外側にある。大聖堂を描いた16世紀のハンガツアーリ2番4世の火山征服を記念して建てられた。当初、聖堂が記憶していたのは、生神女飛護であり、聖堂名も聖神女飛護大聖堂であった。 火山線からイヴァン4世が帰還した年に木造で建てられ、2年後に石造での改築が始まり、5年後の1559年に完成している。建築にはバルマとも呼ばれるポスニク・ヤーコブレフが当たった。完成時点では現在見られるような彩色はされておらず、今日見る聖堂の彩色は17世紀から19世紀にかけて施されたものである。 中央の主聖堂を、それぞれがドームをいただく八つの小聖堂が、取り囲んでいる。主聖堂、八つの小聖堂のそれぞれに、至り聖書があり、合計九つの聖堂が集まって一つの大聖堂を形成している。生仮民女、マリアの遺恨には八つの光線がある星が描かれる、ことにも見られるように、八は、生仮民女、マリアの象徴である。また、 火山線の松因となった日にちである7日とせえ、枝祭りを祝う、慶容化との意味合いも込められている。八つの小聖堂が中央の生新所飛行大聖堂を取り囲んで支える構造は、八つの小聖堂が生新所に飛行される構造であるとも解釈される。九つあるドームのすべての高さ、大きさ、装飾が異なるものとなっているが、唯一、 西ファサード側から見える外観だけは左右対称となって見える構造となっている。後、陽教者はシリーを記憶する小聖堂が加えられたことで、聖、ワシリー大聖堂の通称で親しまれることとなった。1588年に、ヒョードル2世が大聖堂東側にあった陽教者はシリーの墓の上に聖堂を建設して以後、ワシリー大聖堂の名で親しまれている。 バシーリー、ワシーリー、ワシリーなどの転写例があるが、聖教会の大聖堂のものであるため、本記事の名は日本ハリストス聖教会による伝統的な転写によっている。正式名称は、堀の生新女紐大聖堂である。という故障もあり、この前半部がカタカナで転写されたのが、ボクルフスキー大聖堂の表記である。 に由来するのであり、生信女飛護祭を記憶する大聖堂であることを示している。ロシアのレニングラード州と、ウクライナのハルキューにも、ポクルフスキー大聖堂が存在することにも、見られるように、生信女飛護祭を記憶する聖堂は、世界中各国の聖教会に多数あり、日本ハリストス聖教会でも横浜、静岡、大阪の聖堂は生信女飛護聖堂である。ただし、日本で、 ポクルフスキー大聖堂といえば、当記事で扱っている赤の広場に面した聖、ワシリー大聖堂の異名を持つポクルフスキー大聖堂を指すのが一般的である。世界的に見ても最も知名度の高い生新女比護大聖堂である。聖、ワシリー大聖堂の完成にあたっては以下のエピソードが伝えられる。七つの塔を持ち、そのすべてが異なるデザインであることから、 一見統制が取れていないように思われるかもしれないが、世界でも有数の美しい建造物として有名である。そのあまりの美しさゆえ、完成後、イヴァン・4世はこれより美しい建造物が建てられることを恐れ、設計者ポスニク、ヤーコブレフの目を潰して失明させたという。これはイヴァン・4世の残虐な独裁性を伝える有名なエピソードであるが、 実際には大聖堂の完成後も、ヤーコブレイフが他の重要な建造物の設計を担当していた記録が存在することから、このエピソードはあくまでも伝説であって、史実ではないとされている。大聖堂の完成当時、イヴァン4世の国内における知性はまだ穏やかなものであり、オプリーチニナ星に代表される恐怖政治はまだ開始されていなかった。ありがとうございます。